おはようございます。13日目の朝です。今ですね、道の駅山内にいます。今日も天気は良さそうですね。今日は佐賀県の方を観光したいと思っています。では早速準備をして出発したいと思います。海の方まで行きたいと思います。この、道の駅山内から1時間ぐらい走ってですね、そちらの方の観光に行きたいと思います。はい、最初の観光地に到着しました。あちらから行くのか結構歩きましたね。で、下を階段で、はい、降りて行きますと、一応展望台があるんですね。はい、最初の観光地です。ここが浜の浦の棚田と言われるところですね。今は秋ですのでこのような風景です。稲刈りが終わったのかな。そうだよね、終わってるはずだよね。確か10月は終わるって言ってたけど、友達がこんな感じです。浜の浦の棚田が恋人の聖地に認定されました。夕方に来ると景色がいいんですよね。では鳴らしてみましょう。周りに誰もいない。よし、恥ずかしい下は何があるんだ。一周するだけか。よし、向こうの方は上から上がって降りて、さらに向こうにも行けると。やめておきましょう。はい、以上、浜の浦の棚田でした。相変わらず峠道、
は悪くて狭い。こんなところばっか走ってますね。ワン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 と。また来た。ワン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 。ドラレコで撮れそうだな、このガタガタ。アトラクション乗ってるような感じですね。展望所の地図ですが、結構大きな敷地になってるんですね。現在地があって観光案内所、ほう、先ほど通った鏡山神社。まず見たいのはこちらです。鳥居がある。亀が泳いだ。ああ、逃げてきよった。気づきよったな。うわ、何かがある。びっくりした。コラボししてたんだ。あ、展望所のところにもお店があるんだ。マツコみたいなあれ気持ち悪い。デヴィ夫人だな、横は。はい、限界国定公園鏡山展望台です。で、ここから見える景色というのが、はい、唐津の虹の松原です。いや、今日天気がいいんでくっきり見えます。少し展望台、風が強いんですけど、気持ちいいですね。こちらがお店の名前にもあった、さよ姫ですね。ちょっと逆光なので、お顔がはっきり見えませんが、笑顔です。ではちょっと、お池の周りをぐるっと回って、帰りたいと思います。右がツツジ園、うん、左がさよ姫橋という。綺麗に整備してありますね。あれがさよ姫橋ですね。なりますか、さよ姫橋と。大きな鯉が泳いでる。ゆうゆうと、あ、結構泳いでるんだ。あっちにもあるし。あ、そこいっぱいあるぞ。寄ってくるのかな。あ、でもなんか上向いてる。餌もらえると分かってるのかな。みんな寄ってきた。ごめんなさい。餌持ってないんですよ。一通り回って駐車場まで戻ってきました。鏡山神社の神社です、ね。はい、鏡山の展望台に降りてきました。今からですね、ちょっとお昼には早いんですが、せっかく唐津に来たんだからということで、ここに行きたいと思います。虹の松原の松の間を走っています。結構本数多いんだな。まあ上から見たらだけ緑だったんで、海がさっぱり見えません。おおお。
ごいな。到着しました。唐津バーガー虹の松原本店ですね。お昼はこのハンバーガーを食べたいと思います。おすすめはどれですか？あ、おすすめは一番上のですね、スペシャルバーガー。スペシャルバーガーですよね。じゃあスペシャルバーガー一つお願いします。それではいただきたいと思います。あったこんなの。ちょっとバンズが硬そうですね。ハムとハンバーグと卵。ごちそうさまでした。うまかったです。はい、唐津バーガー食べてきました。ちょっと私には胡椒の量が多かったかな。でもバンズも硬くて、またこれも美味しかったですね。昨日のサセボバーガーラージに比べればちょっと物足りなかったかなという感じがします。虹の松原を走ってみましょうね。ここまでですか。では今佐賀県の北の方にいますので、南下しまして吉野里の方に移動したいと思います。長かった道の駅大和です。行きましょう。佐賀の名産って何だろうと思いながら探してみたんですけど、何もなかったですね。またなんか単品で売ってるものもなかったんで、何も紹介するものがなかったです。では吉野里の方に向かっていきます。先ほど私吉野里と言ってました言ってましたが、吉野ヶ里の歴史公園です。これが吉野ヶ里の歴史公園全体の地図です。かなり大きいですね。大人1名460円。はい、460円。地図ないと絶対迷子になるんですよね。この広い公園、平日ですのでガラガラです、係員の人に地図見て行った方がいいですよって言われまして、入り口入って青のルートとオレンジのルートがあって、これ2つ回ると2時間半ぐらいかかるんで、青のルートだけでも行った方がいいですと。
イノシシに乗らないでね。かわいいイノシシだ。こちらが南内閣です。物見やぐら、高いところ登りたくなりますね。よいしょ、階段狭いな。到達です。向こうの方までかなり敷地広いですね。こちら大臣の家です。びっくりした、人が座ってるかと思った。では次は展示室に入ってきましょう。北内閣、王の宮殿。確かに建物立派ですよね。うん。櫓もあって、これ当時の本当にこういう壁とかがあったんですかね。あ、すごい。最高司祭者の神がかりの様子と。今年は稲穂がたくさん取れますようにとか、そういうのを祈ってる場所ですかね。うん、こちらが北本丘陵でした。おお、すごいね。こちらのお墓は実際出土されたままを保存されているという感じです。今ですね、吉野ヶ里遺跡の発掘調査の一般公開、本日公開中ですので、早速入っていきたいと思います。これ木を伐採して周りの土を今発掘していると。皆さん暑いのに大変ですね。これで入り口から発掘調査現場まで1時間半でしたね。広いですわここ、バスの帰りは涼しい。はい、では吉野ヶ里歴史公園以上で終わりたいと思います。はい、出発します。夕方になってようやく涼しい風が入ってきましたね。はい、この後食事とお風呂と道の駅といつもの順番で行きたいと思います。夕食
済ませてきました。終電済ませてきました。豚骨ラーメンを食べたくて、検索したらすぐそばにあったんですね。でトッピングに卵を注文したところ、ゆで卵が来ると思ってたら普通の生卵がポンと入っとって、餃子と合わせて1000円でうまかったです。まあ、走行距離は 151.9km です。なかなか走りましたね。今日で、佐賀県は終わりです。明日からは福岡県に移動します。ではおやすみなさい。